こんばんは、古川です。今回はですね、久しぶりに検証をやっていこうと思っております。で、何の検証かっていうと、お花をどうやったら長持ちさせれるかっていう検証になるんですけれども、だいぶ前の動画で僕いろいろ何個か試す検証をやってるんですね。で、その時は、延命剤とかハイターとか割とお花屋さんが議論するようなものばかりでやったんですけど、今回はですね、もうちょっと身近なもので、長持ちさせれる方法はないかなっていうのを考えて、いろいろ集めてきたので、それをやろうと思っています。で、実際何を使うのかちょっと紹介していきたいと思います。で、まず一つ目が、こちら竹炭。これは100均で買いました。炭はね、水をきれいにする効果があると聞いているので、これを、下に沈めて、やっていきたいと思います。明矾、これはね、知ってる人は知ってて、知らない人は知らないかなすごいいろんなものに使えるんですね。例えばウニとかにも入ってますし、ぬか漬けとかにも入れますし、アク抜きとか、なんか掃除するときにも使えるというのはすごい万能薬なんですけどね、殺菌効果もあるようなんで、これを使っていきます。これも100均で買いました。ゼオライトって言って、水栽培、根っこのね、例えばアイビーとか、なんか根っこのあるものを水栽培するときに下にこれを入れると、水が腐りにくいですよっていう、これも知ってる人は知ってると思うんですけど、これも下に沈めようと思います。で、最後に、アルコールの除菌スプレーになっております。これ、調理場とかでもよく使ってたんですけど、まな板とかね、包丁とかにもシュッてやって、飲んでいいわけではないと思うんですけど、割と、口の中に入ってもそこまで問題ないと言われているようなものになってますので、この4つを、入れてやっていきたいと思っております。はい、ではまず液体を作っていくんですけども、1個は水にします。水と比較したいなと思ってるので、ということで、作っていきます。大体全部同じぐらいの量でいきます。はい、では次は順番に入れていきます。まずこちら、はい、次はこちら、竹炭、また反転してますけど、なんか洋服ダンスとかに入れるやつなんですかね。完全に使い方を間違ってるかと思うんですけど、入れます。はい、じゃあこれで竹炭の完成です。で、次は、こちら、ミョウバン。ちょっとどのぐらい入れたらいいか分かんないんですけど、とりあえずこのぐらいでなのか。はい、これでミョウバン完成です。除菌スプレーですね。どうなんでしょう、これシュッてやった方がいいのか、ダイレクトにやった方がいいのか、ちょっと分かんないんですけど、シュッてやったらあんまり入んないで、はい、このぐらい入れました。では最後、これはお水になってます。そしたら、もう見たら分かるんですけど、一応ね、念のため名前を書いて貼っとこうと思います。で、今回使っていこうと思うのがこちら、カーネーションになってます。全部ね、同じ日に仕入れてるので持ちはほぼ一緒だと思うんですけれども、はい、では順番につけていきます。順番でいいのか一緒の方がいいのか分かんないですけども、数秒なんで。はい、そしたらね、これで何日かごとに見ていきたいと思っております。はい、そしたら、18日が経ったので見ていきたいと思います。
カーネーションがねすごい持ちが良くてなかなかね変化がなかったんですけど、ようやく変化出てきたので、はい、見ていきたいと思います。まず一番目に変化があったのが、水の方ですね。こんな感じで端っこのね、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、端っこの葉っぱの方がもう枯れてきてるんで、このままね、まあもう逆転することはないということで、水はリタイアです。はい、そして残るはアルコール炭ゼオライトになってます。で、実はですね、ちょっと分かりにくいんですけど、アルコールも実はね、ちょっとこれも分かりにくいんですけど、端っこの方、こちらもちょっとギザギザして、茶色くなってきてます。で、これも逆転はないと思うので、はい、アルコールもリタイアということで、ということで、今のところね、まだ変化が見られないのが、このゼオライトと炭になってます。はい、これはね、両方ともね、まだ全然大丈夫そうな感じがしてるんですけれども、はい、とりあえずね、僕の今回の検証で言うとね、水より長持ちしてほしかったので、はい、一応はまあ僕の望みは叶ったんですけども、最終的にね、このゼオライトと炭、どちらが持つか、はい、見ていきたいと思います。はい、そしたら、25日ぐらいが経ちました。もう僕もね、自分がやってるのが忘れそうになるぐらい日にちが経ったんですけどね、ようやく、結果が出たので見ていきたいと思います。はい、そしたら、見ていきたいと思いますけれども、皆さんどっちやと思いますか？答えは炭でした。ちょっとまだね、画像では分かりにくいと思うんですけれども、ゼオライトの方はね、もう触ったらかなりふかふかになってて、端っこの方も、例のカーネーションの傷み方で、ギザギザして茶色くなってきてて、なんかね、額もふわふわっとしてて、花びらがね、もう今にも取れそうな感じになっております。ということで、一番持ったのは竹炭でした。では、竹炭が一番長持ちしたということで、カーネーションではありますけど、25日持ったということで、で、今は僕3月4月なんで、例えば1月2月のお正月あたりとかだったら、やっぱりめちゃくちゃ寒いし、お花もキュッと閉まってるし、1ヶ月ぐらい持つことは、菊とかね、1ヶ月ぐらい持つこともあるんですけど、この3月4月とかで1ヶ月近く持つって、まあもちろんまだ枯れてもいないんで、すごいなと思いました。で、この結果出てから僕ちょっと竹炭のこと調べたんですよ。で、竹炭と炭がまずどう違うのってあるんですけども、なんか竹炭の方がミネラルが多くて、なんか細かい、なんて、多孔質、穴がたくさん開いてるんで、まあ、そんだけこう水を出し入れ、呼吸みたいな感じのが多いんで、まあ、普通の炭より竹炭の方がいいとは書いてあったんですけど、またよかったらね、調べてもらえたらいいかと思います。まあ、花屋さんの実験って大体半分以上がね、やっぱり日持ちするかどうかっていうことが多いんで、できれば身近なものでっていうので調べたんですけれど、いや、もうこんなに竹炭が効果があるとはちょっと知らなかったんで、今後も使っていこうかなと思うレベルです。で、さらにもう効果も大きいなと思ったんで、これはちょっとどこの国かちょっと分かんないんですよ。一応このための炭じゃないんでね、同じ京都内の、まあ、国産の竹炭を作っておられるところにご連絡させてもらって、そこからね、なんか分けてもらえるような感じのお返事いただいたんで、竹炭もちょっと販売していこうかなと思っております。ちなみに、水はね、一回も変えていません。液体とか入れたりとかしたら、こうちょっとなんかこう感じが変わったりすると思ったんで、その元々の質を、変化ないように、水を変えずに1ヶ月ぐらい持ったということで、もう本当に素晴らしいと思いました。はい、では、久しぶりにね、実験動画になりました。今回もね、もう本当に身近なものっていうことで、すごい有意義に、
実験できたかなと思っております。これからもねこの動画をしつつよりお花にいいことっていうのを、まあ、勉強していけたらいいかなと思っておりますので、皆さんもまたよろしくお願いいたします。そしたら、ご視聴ありがとうございました。では。